話。ここはハッピーアイランドのファーム学園。農林水産物の妖精たちが出荷を目指して日々勉強しています。みんなとっても個性的な生徒ばかり。さて今日はみんなで雪かきをしているようです。本当に元気ですね。はぁ、やっと終わった。あら、減ったな。この山盛りの雪が全部熱々のご飯だったらダイブしちゃうのにな。あっしはおにぎりにきゅうりの漬物もおすすめするぞ。うまそう。確かに天のつぶちゃんは冷めても美味しいと評判ですが、丼物も得意という噂は本当でしょうか？よくぞ聞いてくれた。その通り、天の粒だけに粒が立っているので丼物に向いていると大評判なのだ。さりげに自慢、しかもダジャレぶっ込み型。はい、俺親子丼好きだべ。俺も大好きだ。俺牛丼好きだもん。私はすき焼き丼だもん。福島牛やチキンズたちはよく一緒になるな。会津地鶏の故郷会津にはエゴマ豚のソースカツ丼という名物もあるしな。ピッチピッチ。そういえばヒラメも夏に大人気の海鮮丼ではよく一緒になるな。ヒラン、あっしもたまにいるよ。よろしく。はて、そうだったか。おい、忘れんな。いいな、俺たちも丼に乗りたいよ。わかりました。ぜひ何か考えましょう。はーい、やったん。桃は無理じゃね。うわー、暁が雪山にダイブした。福島県のオリジナル天の粒はお米一粒一粒がプチッとしっかりとした噛み応えがあり、ご飯を食べたという満足感が自慢です。冷えてしまったご飯でもレンジにかけて温めるともっちりした食感を楽しめます。丼物にも合いますし、パラパラとした本格的なチャーハンも作れますよ。